ス、新潟の選手に当たった跳ね返ってきたボール、ペドロ・ジュニオール、しかし奪う西澤、ここでうまく抜け出す西澤、左足、先制点は浦和レッズ、見事な崩しから21歳西澤芳也、チームに先制点を与えました。リプレイでご覧いただきましょう。ここ自分でインターセプトして、はい、そのままワンツーですよね、いやシュートも落ち着いてましたね、はい、うまく細貝とパス交換、そして左足、リンケ監督もこのガッツポーズ、いやしかし1回のプレーですよね、はい、そうですね、非常にこう、まあ、インターセプトから素晴らしい先制点を決めてくださいした西澤選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。昨日初めての埼玉スタジアムの雰囲気、どんなものかまだ味わったことがないから楽しみだというふうにおっしゃっていました。いかがでしたか。いや、いつも以上の力をサポーターの方が引き出してくれたと思います。そして公式戦の初ゴールは見事な左足のゴールでした。振り返っていただけますか。はじめがいいボール出してくれたので、まあ、僕は思いっきり打ちました。そしてこの雰囲気、ご自身プレーしながら楽しめましたか。そうですね、90分経ってたかったんですけど、まあ、次はチャンスが来たら頑張りたいと思います。そうですね、皆さんもヒヤッとしたと思うんですが、足は大丈夫ですか。はい、大丈夫です。さあ、それでは一緒に戦ってくださったサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。西澤選手でした。おめでとうございました。